はい、ちょっとね、怖い道路交通法の警告を見たんですけども、12月から火器に関する取り締まりを強化しますって書いてますよね。この5つ見てください。スマホホルダーにおいてナビとして使用している方っていうのは結構ね、運転中いると思いますけども、これがダメになるっていうことなんですよね。これが罰則になると。要するにスマホホルダーにおいて画面見ちゃダメってことですよね。あららららら。どういうことなんでしょう。これやりすぎじゃないかなと思いますよね。2つ目。通話も画面も見ないけど、手に持っている。スマホを手に持つってのは、画面がついてようがどうしようが、客観的に見て利用したっていうふうに見られちゃうから NG だと思いますけども、例えばね、運転中に電気シェーバーでひげ剃りをしてる人っていると思うんですよ。あれと同じ状態ではないかなと思うんですけども、まあ、でもダメなんですよね、スマホに関しては。3つ目。これびっくりですよ。車載テレビでテレビが映ってる状態って、映ってませんか？でも結構ね、それは映ってます。後部シートの方とか見てるじゃないですか。もちろん運転席とか助手席にもテレビついてますけども、それが映ってちゃダメっていうのはちょっとやりすぎじゃないかなと思いますよね。で、4番目。車載テレビでナビとして利用していると。じゃあナビがもうダメってことになりますよね。音声ナビだけですか、これからは。車載テレビでナビとして使用している。これはちょっと解せないですね。標準装備されている車とかあるじゃないですか。で、5つ目。助手席の人が使用しているテレビ、ナビ。めちゃくちゃですね。助手席の人も運転者と同じぐらい拘束がされるっていうんですよね。本当にこれ始まっちゃうんですか、12月から。記事を読んでみましょう。確かにながら運転っていうのは危険なんですよ。それに、応じてですね、たくさんの罰則が設けられているのは、やっぱ悲しい事件が多かったからだと思うんですよね。運転しながら、やっぱり、電話したりとか、運転しながらテレビ見てて、いいことはないですよ。やっぱりやめた方がいいと思いますよね。ナビの操作を運転中にしたりとか、危険が伴いますからね。ベテランになればなるほどそれやっちゃうんですよね。で、トラックドライバーの方とかも、お客様からの電話を受けたりとか、端末をいじったりとかすることあると思うんですけども、それがだから良くないってことなんですよね。で、長距離ドライバーの方は、運転経路を確認するために、まあ、ナビをいじったりしますよね。だからそれもダメなんですよね。はい、厳罰化、12月1日からということですよね。こういうポスターもあります。知らなかったなと思いますけども、もうちょっと先を読んでみましょうか。情報提供っていうところからなんですけども、沖縄県警から道路交通法改正についてお知らせということなんですけども、沖縄限定ってことは考えられないですかね。で、12月1日からある地点で火器に関する取り締まりを強化するそうですってことになります。ある地点でということなんで、これはもしかしたら地点限定なのかな。全国的に津々浦々ではなくて、沖縄のこの特定の地域ではこれがダメになりますよってことなのかな。どうなんでしょうね。テレビに関しては本来走行中は見れないことになっているので仕方がないんですが、スマホホルダーに置いてるだけで使用しなくても疑われる可能性があると。いやー、これはちょっとやりすぎじゃないですかね。特に話題となっているのは下の5つの条件です。どうやら運転中のながらスマホだけでなく、他の NG ケースも詳しく紹介されていると。これが事実であれば、そもそも走行中のカーナビとしての機能は失われてしまい、その通りですよね。もし使うのであれば、まず停車し、そこから使うということになりますが、これは事実なんでしょうか。どうなんでしょうかね。2番目。業視は NG だった。火器サイトを確認すると、カーナビ装置等の注視とされております。つまり少し言い訳がましくなるんですけども、ギーッと見なければ OK と。チラ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 見るぐらいだったらいいってことですよね。だからね、よく見てみないと分かんないですね。そういうのはびっくりしたコピーでアクセスを集めるサイトとか動画とかあると思いますけども、まあ私の動画もそれかもしれませんけども、でもね、こういうふうに、そうではないんだなってことですよね。12月1日からカーナビ NG ということではないですよ。もうギロ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 見てしまった場合、結構の負担を強いられる恐れがあるということですよね。で、判断は、まあ、チェックしてる警察官の方なんでしょうね。警察官の方の主観になるんでしょうか。で、一般道の場合は、道路の端や横断歩道の上などに、違反行為を見る警察官を置き、その先に違反車両を停止させ、切符を作成する警察官を置いていますと。A と B は無線通連絡や
手を挙げるなどの挨拶をすることによって互いに違反車両の違反状態を連絡し合うと、うん、なるほどね。で高速道路ですね、それぞれありますね。ながら運転をして捕まったドライバーが自分は絶対に携帯やスマホを使用してなかったと頑強に言い張った場合、警察はどのように事実を認めさせるのかってことも書いてます。一般論として携帯の着信歴、発信歴を確認、あ、これありますね、すぐできますね。スマホの場合には LINE やメールなどの送信、着信などの利用歴、アクセス時間などもその対象です。こうした確認を行った上で説明をしますが、それでも否認する場合には否認のまま違反切符を作成するということです。余談なんですけども、私の以前の動画の中で違反切符を切られても減点されても罰金の納付は任意ですよっていうふうに違反切符の裏に書いてあるんで、払わなくてもいいっていうことをお話しましたよね。結局払わない方がいたそうなんですけども、未だに払ってなくて何もないそうなんですよ。まあ任意ですからね、知らなかったですね。私はビビリなんで払っちゃいますけども、払わない方が通っちゃう場合もあるのかなっていう気がします。もちろん払わないことを私はね扇動してるつもりはありませんよ。そういう現象があるって話です。次行きましょうか。多発する悪質なながら運転、そうですね。スマホで漫画、県内で死亡事故、こういうのがあるからね、本当に真面目にやられてる方も割り送っちゃうんですよね。はい、まとめになります。車を停車している時であれば携帯電話やスマホの使用は基本的には違反ではありません。ただ信号待ちなどのわずかな時間だとかえって危険なので、運転中に急なようでどうしても使用しなければならない時は必ず安全地帯に停止して使用してくださいと。とにかくね、もう分かってるはずなんですよ、これが危険な行為かどうなのかってこと、ドライバーの皆さんがね。ですんで客観的に見て危険だと思われればそれは危険なんですよ。自分が自信を持って安全だと思っても、助手席の方とか後部シートの方、それから周りのドライバーさんとか歩行者さんが あんな車があったら嫌だよねって思われればそれは危険行為だってことなんですよ。ですからね、いつも見られている素晴らしいドライバーになっていかないといけないなっていう自覚をもとに、運転免許をね取ろうとして自動車教習所に通った頃の気持ちを忘れないように、まさに初心忘るべからずですよね。そういった気持ちをともにこれからもハンドルを握っていきたいなと思います。まあ自動運転車が出る本当わずかな時間ですから、あと数年頑張っていきましょう。あれでは失礼します。